はい、皆さんこんにちは、文房具たちの公園へようこそ。今回はですね、文房具ではないんですけど、iPhone 13 Pro 買わせていただいたんで、そちら紹介していきたいと思います。そしてですね、いつも、動画を視聴してくださっている方、そして高評価、チャンネル登録してくださっている方、誠にありがとうございます。それではですね、今回のメニュー見ていきたいと思います。今回はですね、こちら、まずですね、1にフィルムや、ケースの紹介していきたいと思います。そして2で iPhone の開封で、3で重さ比較で、4で見た目の比較、5で、性能比較で、6でカラーリングについて、7で価格について、8まとめということでやっていきたいと思います。比較というのはですね、 iPhone 13 Pro と、12 Pro 何が違うのか見ていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ってことでですね、まずはですね、フィルムの方から紹介していきたいと思います。フィルムはですね、こちら2万層のフィルムを買わせていただきました。2万層のですね、ガラスフィルム2枚セットというもので、Amazon でですね、税込み1199円ですね。はい、9月24日現在ですね。はい、この8円を買わせていただきました。裏にはいろいろ書いてありますね。はい、じゃあちょっと開けていきますね。一応もう先に切っちゃいました。はい、こんな感じになってます。これはですね、貼りやすくするための、カバーというか、そういうのが入っていて、これがあると、結構貼りやすくて、結構ありがたいですね。そしてですね、取扱説明書。で、こちら、いろいろ、拭くやつとかですね、多分。はい、拭くやつとか、そういう感じの、はい、貼りがあります。はい、で、こちらが、フィルムとなっています。別に見せるほどのあれでもないんですけど、よいしょ、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じのフィルムになっています。はい、こちらちょっと2枚入ってます。はい。はい、次はですね、ケースについてなんですけど、ケースはですね、ケースもですね、2マソのですね、ケースを買わせていただきました。2マソのですね、半透明強化ガラスのケースですね。そしてお値段の方が1499円となっています。9月24日現在の価格となっています。はい、ではちょっと開けていきたいと思います。よいしょ。ケースはね、ですね、2マスさんのやつを買うの初めてなんですけど、こんな感じかなって感じですね。はい、こんな感じで出てきて、中はこれだけですね。はい。で、実際に開けてみると、はい、こんな感じです。ちょっとですね、はい、こんな感じで、ちょっとスポンジ取っちゃいますね。はい、こんな感じになって、ちょっとここは、なんか、サラサラになってます。はい。なんかフィルムかな？フィルムじゃないですよね。なんか、はい、こういう半透明なんで、多分、あえてこうなってるんだと思います。やっぱり結構こっからでも分かりますけど、カメラでかい感じが伺えますね。はい。ってことでですね、ニマスさんの、商品紹介したんですけど、ニマスさんはですね、コスパ最強です。はい。安くてとても製品もとても良くて、ケースとかフィルムに迷ったら、ぜひニマスさんを買ってみてください。間違いないと思いますので。はい。ってことでね、次見ていきましょう。はい、それでは2の、iPhone 開封ということで見ていきましょう。今回はですね、256GB のシルバー買わせていただきました。そしてですね、いつもついているビニール袋はついていません。はい、ビニール袋なんか廃止されたみたいです。なんか脱プラスチックとかなんとかで。はい、こんな感じですね。じゃあちょっと開けていきます。よいしょ。よいしょ。お、いいね。おーい、こんな感じになっていて。はい、下も。あ、すいません、こっちかな。はい、矢印の方向に切ります。はい、来ました。でちょっと開けていきますね。はい、はい、出てきました。カメラでかって感じです。マジでカメラでかすぎます。はい、後で見ますけど、カメラでかすぎるって感じですね。でこんな感じで出てきて、でいつも通り充電の線、ケーブルと、あと説明書って感じですね。それだけです。はい、ちょっとこれフィルムも貼っちゃいます。あとケースもちょっと入れちゃいます。はい、はい、実際にねフィルム貼ってみました。フィルムとケースつけました。フィルムのはちょっとうまくいかなかったんですけど、少しちょっと気泡とか入っちゃってちょっと汚いんですけど、いいでしょう。ってことで、まずはですね、3で重さ比較していきたいと思います。iPhone 12 Pro がですね、197g という結果になりましたので、iPhone 13 Pro どっち、何 g か測っていきたいと思います。じゃあ測っていきます。はい、214g、 15g ですね。 15g ということなので、約ですね
3の18g 差ぐらいですかね。はい、18g 差ぐらいありますね。はい、はい、18g 差ぐらいありました。はい、4、見た目見ていきましょう。はい、まずはですね、こちら、またですね、写真で見せるんですけど、こちらまずですね、 20% ですね、縮小してます。のち部分ですね、はい、横が少し短くなって、縦が少し長くなった感じですね。そしてですね、後ろなんですけど、こちらカメラ部分なんですけど、圧倒的にでかくなりました。はい、こちらもね、また写真で見てもらえば分かるんですけど、二回りぐらいちょっと大きくなりましたね。そしてですね、厚さなんですけど、公式でちょっと見させていただいたんですけど、13プロがですね、7.65mm で、12プロがですね、7.4mm ということで、0.25mm アップしました。こちらの方がちょっと厚くなってしまいましたね。はい。でですね、性能比較見ていきましょう。チップから見ていきます。12プロがですね、A14 バイオニックチップで、13 Pro が、A15 バイオニックチップですね。こちらですね、A15 バイオニックチップはですね、スマートフォンで最速チップとなっています。はい、バッテリーについて見ていくんですけど、バッテリーはですね、12 Pro よりですね、13 Pro の方が 1.5 時間長く動作します。そしてですね、ビデオ再生についてなんですけど、ビデオ再生はですね、13 Pro がですね、最大22時間で、12 Pro が17時間ということで、5時間アップしましたね。でですね、オーディオ再生はですね、13 Pro が75時間に対して、12 Pro がですね、65時間ということで、10時間アップしました。はい。でですね、次なんですけど、容量について見ていくんですけど、容量はですね、1TB がですね、増えてですね、13 Pro はですね、128GB、256GB、512GB、1TB となりました。一方、12 Pro なんですけど、128GB、256GB、512GB という形になりました。はい、そしてリフレッシュレートの方がですね、上がりまして、今までですね、60Hz だったんですけど、今回から 120Hz になったということでですね、さらに滑らかに映像がですね、操作できたり、映像が見れたりするようになりました。はい。そしてビデオについてなんですけど、シネマティックモードが搭載されて、映画のようにですね、ビデオが撮れるようになりました。はい。そしてカメラについてなんですけど、マクロ撮影ができるようになったので、最短ですね、2センチの、ものを撮ることが可能になりました。はい。ということでね、まだまだ、あるんですけど、詳しくはですね、Apple のホームページにて、見てみてください。はい。でですね、6番、カラーについて見ていきましょう。今回ですね、シルバー、購入させていただいたんですけど、その他にですね、シエラブルーがありまして、あとゴールド、で、グラファイトというね、4色展開となっております。プロシリーズですね、はい、こちら。でですね、7、価格について見ていきます。128GB はですね、122,800円。で、256GB は134,800円。で、512GB は158,800円。でですね、1TB、一番大きい容量ですね、182,800円という形になります。はい、でまとめの方見ていきましょう。8番、はい、とりあえずですね、12 Pro と13 Pro の違いのまとめはですね、13 Pro はですね、ノッチが、小さくなりました。はい、こんな感じでノッチが小さくなりました。はい、でですね、またカメラがですね、大きくなりました。で、映画のように、ビデオが撮れます。はい、でですね、12 Pro よりですね、1.5 時間バッテリーが持ちます。はい。そしてマクロ撮影ができます。で、12 Pro より全体的に滑らかになりました。で、13 Pro はですね、1TB が追加されました。で、13 Pro はですね、スマートフォンで最速チップになりました。はい。って感じです。もう、本当にざっと言いました。こんな感じです。でですね、11 Pro や12 Pro 持ってる人はですね、あまり変えるほどでもないと思います。よほど Apple が好きな人とかガジェット好きな人は、まあ変えてもいいのかなと思います。そしてですね、その他の、8とかね、10とか持ってる人は、まあ変えてみてもいいのかなと思います。はい。ってことでね、次回、来年ですね、iPhone 14 Pro にちょっと期待していきたいと思います。ちょっと期待したいのはですね、指紋認証やノッチ廃止、と、あとはライトニングですね。USB Type-C に変更など。ちょっとまあ、Type-C の方はね、ちょっと今ネットニュースでちょっと騒がれていますけど、EU がどうだろうこうだろうとかありますんで、ちょっと Type-C の方期待できますね。
はい、って感じで、今回はですね、iPhone 13 Pro 届いたので紹介していきました。よければね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。